岡県が誇る名産いちごのあまおう。赤い、丸い、大きい、うまいの頭文字を取って名付けられたあまおうは、福岡県を代表する品種として知られています。福岡県粕屋郡新宮町、今では福岡県内のさまざまな地域でいちごが栽培されていますが、実はここ新宮町は福岡県内で初めていちご栽培が行われた場所と言われています。もともと新宮町は昔からいちごを作っていたという伝統というか文化があるので、作り方とかをみんなでいろいろ考えながら研究してやっていっているというところですね。昔のいちご栽培はこうだったけど、今はこんな風に工夫してやっているんだという風に、ベテランから若手に栽培のノウハウが受け継がれたり、逆に若手が農業研修で習得した技術を先輩に教えたり、新宮町のいちご栽培は世代を超えた情報交換を通じて、より良いいちご作りができるよう努力しています。美味しいいちごをいっぱい食べてもらいたいというのがいちご農家の思いだと思うので、いちごっていうのを愛してもらって、たくさん食べてもらいたいというのがいちご農家の、思いだと思います。